何しようとしてたんだっけ。Okay, so I think should be fine over here. あれ？何しようとしてたんだっけ？Get the show on the road. どこに行こうかな。よし、行くぞ。今日は新しい何かに出会えるかも。Dude, this game fucking makes me so happy. 気をつけて。そこだ。よっと。そこだ。よっと。よっと。よっと。ライザー、任せた。そこだ。よっと。そこ楽勝楽勝。さあ早く進もう。ティアー、えい。この花ライザが喜びそうだ。錬金術に使う。ティア、なんだ余裕余裕。そこだ、よっと、はあ。正解、連続よ。そこだ、よっと、はあ。ライザー、任せた。正解、連続よ。はあ。そこだ、よっと、はあ。走れ、炎よ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。Dope. Hey, Tia. 何だろうこれ。結構珍しいものかも。大丈夫そうだ。そこだ、よっと、はあ。正解、連続よ。そこだ、よっと、はあ。連続よ。ライザー、任せた。そこだ、よっと、はあ。そこ、そこ、そこだ、よっと、僕が行く。そこだ、よっと、はあ。正解、連続よ。そこだ、よっと、はあ。正解、連続よ。そこだ、よっと、はあ。そこだ、よっと、はあ。楽勝、楽勝。さあ、早く進もう。木材っていろんなことに使えるから錬金術では重宝してるんだ。よっしゃ、ティアー、えい、ティアー、あ、これ使えそう。ティアー、えい、ティアー、あ、これなら大丈夫そうだ。
そこだ。よっ、はは、ライザー任せた。そこだ。よっ、はは。Damn. そこだ。よっ、はは。そこ。そこ。走れ、炎よ。そこだ。よっ、はは。そこだ。よっ、はは。そこだ。よっ、はは。そこ。楽勝、楽勝。さ、早く進もう。Wow. All right, let me finish off this one. これなら大丈夫そうだ。そこだ。よっと。はは。正解。連続よ。そこだ。よっと。はは。ライザー、任せた。そこだ。よっと。はは。そこだ。よっと。はは。僕が行く。そこだ。よっと。はは。そこ。楽勝、楽勝。さ、早く進もう。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。I need to figure out how to use those items in battle.キノコも毒キノコも錬金術の前には関係なし。みんな気をつけて。そこだ。よっと。はは。Wow. So it doesn't even okay. It doesn't even ask you to scan them.So how do you use... How do we use items? そこだ。よっと。はは。正解。レーザー。任せた。そこだ。よっと。はは。そこ。僕が行く。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。Let me grab that chest. And then I'll go back and heal. Ne, doko ni? Hup! Tia!僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。
Sag, I don't know if I can get it. What about the northeast one? そして改めて触ってみると砂の感触って気持ちいいな。ワイブンス？何よここ。Let's see. I think I'm too late for that fucking quest. Oh, it's active?How do I use items, dude? What the fuck? これなら大丈夫そうだ。そこだ。よっと。はあ。そこだ。よっと。はあ。ライザー、任せた。そこだ。連続よ。Well, I'm fucked. Just take it, whatever. Send me back to the fucking Adelir Riser, boys. Just do it. Why three at a time? Just slam me with a 14. What are my options for items?お客さん？どうぞ。ライザ、大発見だよ。なんだタオか、どうかしたの？前にさ、他にも遺跡があるかもしれないって話したろ。見つけたかも。遺跡があるかもしれない場所、一箇所発見したんだ。え、すごいじゃん。でもどうやって？それがね、実は偶然なんだ。学校にあった古い書物を見てたらさ、大昔の古い地図とこの辺りで発見されたいくつもの謎の建造物に関する記述を見つけちゃったんだよ。そんな地図があったの？うん。それによると、街道からそれた先にある渓谷の奥に一つあるっぽいんだ。こんな偶然ってあるんだね。あ、でもそんな地図があるなら他の遺跡の場所も分かったってこと？僕も期待したけどダメだったよ。昔の地図だから縮尺もない適当に書かれたものだし、今回は目印になる渓谷みたいなのが載ってたからひょっとしたらって思っただけなんだ。なるほどね。あんまり期待していっても裏切られるだけかもしれないってわけね。そうなんだけどさ、それは一個なしだよ。ごめんごめん。それじゃ行ける時になったら声かけるよ。うん、できるだけ早くだと嬉しいな。You know what? Let me search it up right now.
Just have this open just in case, keep track of. Oh wow, it eats up a lot of memory, but I'm fine. To use one in battle, you have to. You'll need to have built up some action points. Don't worry, these automatically generate as your team fights. Once you use an item, you'll see the item prompt pop up. Press the corresponding button square on PS4. What the PC, dude? I mean, I'm pretty sure it's the same console, but. Let's just hope for the best.何を置こうかな。Yeah, that works. しながら自分のお店を経営しちゃってるのよ。急にどうしたんですか？ずっと行商人の仕事してたのに。ちょっとした休息というか、単なる思いつきというか、まあその程度の理由がいろいろあってね。気づいたら店をやってたってわけよ。なんていうか相変わらずですね。それでライザはどうしてここに？観光か何か？私もしばらくの間はここを拠点に錬金術の研究をしてて。それはいいことを聞いたよ。なら時間のある時にでもお店を見に来てよ。お互い協力し合えると思うしね。はあ、よくわからないですけど、近いうちに遊びに行きますね。
どこに行こうかな。よし、行く。今日はどんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。錬金術の素材になってもらうね。ティア、遺跡探索で何度も見てるからかな。昔より慣れてきてるかも。I keep thinking that if I were to jump on, she'll automatically just cling onto the wall. Alright, we go again. Shit. ライザー、任せた。そこだ。よっと。正解。連続よ。そこだ。よっと。そこ。そこだ。よっと。正解。そこだ。よっと。Nice timing. 僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。の石だ。だけどライザー、ああ、これなら大丈夫そうだ。そこだ。よっと。正解。連続よ。あ、そこだ。よっと。Damn。正解。ライザー。任せた。そこだ。よっと。そこ。そこだ。走れ。炎よ。そこだ。よっと。正解。連続よ。そこだ。よっと。Where's the item? Where's the item? Oh my god, dude. Are you kidding me? Where's the item? They told me to wait. No, dude. This is what happened. Oh my god. I really hope I just didn't skip past and didn't read or pay attention to any tutorial that was already provided on how to use items in battle.大丈夫そうだ。そこだ。よっと。正解。連続よ。そこだ。よっと。ライザー、
任せた。連続よ。そこだ。よっと。はあ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。ワクワクするね。取れた。美味しそうな食材が手に入った。少し待っても大丈夫かな。ねえ、どこに行くのさ。推理の準備っと。推理をまとめてみよう。そろそろ。ただ調合しただけ。よし、アイテムリビルドで道具を強化してみよう。やりすぎには気をつけない。まずはジェムを用意しないとね。いくつか持ってきてたような。どこにしまったっけ。どれを使おうかな。いらない材料を使うべきだよね。どれを強化しようかな。入れる場所は。入れてから考えるのもありかな。何にしようかな。
ねえ、どこに行くのさ。よし、行く。どうか怖いことだけは起こりませんように。Just one more wyvern.島で取れる木よりもがっちり中身が詰まってる感じがするね。Me neither. 神秘的な力があるのか、神秘的な気持ちにさせられてるだけなのか、謎だな。え？あ、これなら大丈夫そうだ。そこだ！よっと！ははっ！正解！連続よ！そこだ！よっ！ははっ！ライザー！任せた。そこだ。連続よ。そこだ。よっと。僕が行く。そこだ。よっと。正解。連続よ。そこだ。よっと。そこ。そこだ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。 Fuck yeah。 ティア！島に比べてオートは鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。Dude. ねえ、どこ？ねえ、どこに行くのさ。これならなんとかな。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。よし、行くぞ。いらっしゃいライザ。はっ、に匂いに誘われてつい。はっ何か食べてく。そうしたいんだけど今ちょっとおさゆが寂しくて。あらあら、ならちょうどよかったかもね。
ちょうどいい？実はね、新作料理の試作品があるんだけど、味見をしてくれる人を探してたの。味の保証はない代わりにタダ。どうかしら、味見してみる？わかったわ、すぐ持ってくるわね。私のお腹と会話しないで。ごちそうさまでした。お腹いっぱいだよ。お粗末さまでした。それで料理の感想は？文句なし、とっても美味しかった。ボリューム満点だから私のお腹も大満足。よかった、マスターも喜んでくれると思うわ。マスター？そっか、料理はゼフィーヌさんが作ってるわけじゃないんだ。そうね、私は接客担当だから。接客担当って、このお店の接客ゼフィーヌさん一人で回してるの？そうなのよ、散々言ってるんだけれど、マスターが全然人増やしてくれなくて。たくさんお客さん来るのに一人で回してるなんて結構大変でしょ。お世辞にも楽とは言えないけど、大変とは思わないかな。だって私ここのお仕事大好きだからね。毎日楽しいわよ。そっか、自分のお仕事をこんな風に言えるのってなんかかっこいいな。I did not pay attention to any of that, to be honest. That was way too much talking. どの依頼にしようかな。これならな。ありがとう。これならなんとかよろしくね。Dude, I just want to do some quests. Fuck it. これならすぐに報告で。これなら。材料が足りないか。Excuse me. これならすぐに報告。これならすぐに。これならすぐに報告。
それなら。Fuck. よろしくね。Giant stone, giant weasel, and stone. So basically, where I was going. ねえ、どこに行く？どこに行こうかな？ねえ、どこに？ねえ、どこに行くのさ？何作っちゃおうかな。どれ？ねえ、どこに行くのさ。よし、行く。フィー、迷子になっちゃうから一人で行かないでね。I am just looking at my updated iOS. Just switched to 16 instead of going for the 15.7 or whatever it was. Are? What was I trying to do?Oh, they put the search bar on the bottom of the screen. Okay, so there's a choice between pulling down on the screen or searching at the bottom. That is dope. Unless this is a search bar specifically for.Alright, I'll just explore more of this area. Apparently, there are widgets we can place. Oh, what? Whoa, that's interesting. Notifications are instead of showing up from like
the top of the screen, it's showing up the bottom. どこに行こうかな。よし、行くぞ。調査ノートの補充はできてる。今日もたくさん調べるぞ。That was sick timing. Hey! I'm still living, but I don't want to catch fish, so don't expect it. It's just you and me, big boy.Dude, I'm gonna lose. What's happening? Hold on. So, without perfect guards being minus 8, it's like 30 plus damage. Holy fuck. That's Mother Weasel. So. I thought that's what they meant by giant weasel. What the fuck?そうな食材が手に入った。何よここ。まあ錬金術に使うんだけどね。えいえい。キュー、木の実だって立派な素材の一つ。
これ、おやつによく食べる木の実だ。香ばしくて美味しいんだよね。ティア！ティア！えい！ティア！推理をまとめてみよう。どこに行く？何しようとしてたんだっけ。Okay, so that's north, east. I have to make this one face east, apparently. I'm not exactly the type to figure this stuff out on my own because I'm lazy as shit. Ideally, I would be like, oh, cool. Haha, this is a great chance for me to explore and, you know. Figure it out on my own, but I'm like, I kind of just wanna move on. I wish we could place waypoints? Basically, I just want some sort of pin to place on my destination that I intend to go to.
僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。ちょっとは強くなれたのか。Did I just jump over it? なんだ、余裕余裕。そこだ、よっと、連続よ。そこだ、よっと、連続よ。任せた。そこだ、よっと、What? Fucking trolling. Alright, next. Golems. どこに行こうかな? よーし! えい! てや! なんだ? 余裕余裕! そこだ! よっ! せっかく! 連続よ! はっ! はっ! Dude, they just fucking sparred him. What the fuck? Liza, 任せた。そこ。走れ、炎よ。そこだ。よっと。はあ。正解。連続よ。そこだ。よっと。はあ。そこ。楽勝、楽勝。さ、早く進もう。What are you talking about? Oh my goodness.ねえ、どこに行くのさ。よーし。わあ。こんな広い畑見たことない。やっぱりオートはすごいな。面白い子だね。畑を見てそんなに楽しそうにする女の子初めてだよ。あなたは？ああ、ごめんごめん。私はカサンドラっていうの。あなたが今褒めてくれたこの畑の持ち主よ。あ
あなたがこの畑を管理してるの？こんなに広いのに。いいやいいや、今は私入れて5人だけの姉妹経営でね、生活するのに最低限のものしか育ててないの。じゃあこの畑のほとんどが休耕地ってこと？なんかもったいないな。5人で管理するには広すぎて、とにもかくにも人手不足状態なのよ。男の人を雇ったらいいのに。いやそれは怖い。うちの妹たちみんな可愛いからさ。男が入ってきて妹たちに手を出されたらなんて考えるとちょっとね。だから今のまま細々やっていくっていうのがベストってわけ。理解した？なんとなくだけど。でも女の子だけで畑を経営するのって本当に大変だと思うよ。私も家が農家だったから農作業の大変さは分かってるつもりだし。ああ、だからあんな楽しそうに畑見てたのか。納得したわ。でも私は農作業が好きになれなくていつもサボってたんだけどね。正直なんだね。ますます気に入ったわ。私たちいい友達になれるかもしれないね。ライザリンスタート。錬金術しよう。ライザリン、ライザか。いつでも遊びに来てね。うん、よろしくね、カサンドラさん。ねえ、どこに行くのさ？よーし。毎度。決まりかい？毎度あり。またど。のロミーさん。はいはい、店主のロミーさんだよ。って何よその呼び方は。行商人じゃないロミーさんって新鮮だなと思って。でもずっと行商人だったのに急に店主だなんて。大丈夫なんですか？かなり儲かってるから問題ないよ。そんなに？いやね、ライザには教えてなかったけど、ロミーさんとんでもなく商売人としての才能に溢れてるのよね。知り合いの凄腕の行商人たちに声かけまくって専属契約とかしちゃってるから、うちはオートじゃ手に入らない名品がたくさん集まるお店になってるってわけ。それすっごい高いものなんじゃ。うちの商品は基本他の店に卸すためのものだから、つまりお店が顧客の店ってわけね。だから一般のお客さん相手には買い付けしかしてないのよ。じゃあ何か珍しいものが見つかったらとりあえず持ってきてみますね。よろしく。その時はお友達価格で買い取らせてもらうよ。それって高く買い取るって意味か、安く売ってもらうって。
ていいか、どっちなんだろう。Good question. ねえ、どこに行くのさ。あれ？何しようとしてたんだっけ？どこに行こうかな？よーし。どこに行こうかな。What the fuck? Three? おい、飛ぶのは構わねえが、人の頭の上はやめろ。頭の上に降りる奴がいるか？おい、こら。何くつろいでるんだ。次はボスの家にあった石から生まれたからね。多分同じ匂いがして落ち着くんじゃない。
暴れるんじゃねえぞ。まったそういえばライザー、島ではまだ錬金術師として働いているのか。まあね、3年前に比べて村の人たちもいろんなこと依頼してくれるようになったよ。すごいね。へえ、珍しい、ボースが褒めてくれるなんて。こんなに長い間お前が一つのことに対して打ち込むのを見たことがなかったからな。人を飽き性みたいに言わないでもらえる？俺の知っているライザはそうだった。そういうボスはどうなの？って聞くまでもなかった。跡取りになるための勉強よね。当然だ、そのためにここに来たんだからな。子供の頃から本当ボスは変わらないよね。正直さ、ちょっと尊敬するよ。ふん、遅いくらいだな。ま、ライザもようやく長続きするものを見つけたんだ。途中で飽きて投げ出したりなんかするなよ。お会いに行く様、そんな気はないですよーだ。すごい、こんなところがあったんだ。どこに行こうかな。ねえ、どこに行くのさ。ねえ、ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。どの依頼に。これならなんと。ありがとう。これならすぐ。これならすぐに報告できそう。これならすぐ。これなら。これなら。材料が足りん。よろしくね。この依頼はむ。よろしくね、ライ。うん、どんな依頼。どこに行こうかな。ねえ、どこに行くのさ。
よし、行くぞ。暴れる力って強いんだよね。おわわ、落ち着いて。よーし、行く。ライザもここの掲示板にある依頼を受けてるのよね。うん、今のところこれがお仕事みたいなものだからね。そう、ライザってすごいのね。掲示板に貼ってある依頼って簡単なものばかりじゃないでしょ。たまに危険な内容のものがあるから心配なのよ。見るだけでも怖くなっちゃうわ。討伐依頼なんかはそういうの多いかな。私が見てもむちゃくちゃなのあるし。仕事に口出しするのはどうかと思うけど、あまり無茶はしないでね。
特に討伐依頼を受けるときはお金よりも身の安全を第一に考えないとダメよ。大丈夫だよ、私もお金より自分の体が大事だし。心配してくれてありがとう、ゼフィーノさん。God. どんな依頼があるかな。これならなんとかなる。これならなんとかないぞ。これなら。これならすぐに。材料が足りないか。よろしくね。これなら。これならすぐに。これならすぐ。どこに行こうかな。よーし、行くぞ。あれ、どうしたんだろう。なんか困りごとかな。タオ、ボス、こんなところで何してるの？ライザ、見てよこれ。僕なりに遺跡についてまとめてみたんだ。うわ、すごいびっしり。これ、全部遺跡のこと書いてあるの？まあね。僕が調べた限りの情報を分かりやすくまとめてみたんだ。この短期間で3年間学園で学んだ以上の情報が集まったよ。3年前と同じで、タオは本当にそういうのが好きだよね。同じじゃない、進化して嫌がるんだ。ライザは知らないだろうが、オートに来てからずっと俺は何かあるたびにこんな話を聞かされてるんだぞ。新たな事実を発見した時だけだよ。そんなに多くないでしょ。3日に一度は十分多い方だ。毎回聞かされる俺の身にもなってみろ。ってことは、一応タオの話を最後まで聞いてあげてるんだ。何がおかしい？仲良くやってるんだなって思っただけよ。お前、俺の話聞いてないだろ。この調子で遺跡を調査していって、もっともっとあの時代のことを調べたら、いつか一冊の本にして出したいんだよね。失われた古の時代の文明、著者タオ・モンガルテってね。ずいぶんとでかい夢だな。叶わなかった時に泣きを見ても知らんぞ。大きい夢かな。今のタオを見てるとそんなに大きいとは思えないんだけど。次はどんなことがわかるんだろう。早くまた遺跡に行きたいな。意外と遠くない未来なのかもしれないな。うん、私もそう思う。後でカフェにでも行ってみようかな。
フィーはどう思う？ねえ、どこに行くのさ？よーし。物足りないわね。どうしたんですか、ロミーさん。なんかうちの店の品揃えさ、目新しさなくない？そうかな。他に比べたら結構変わったもの多いと思うけど。甘い、ロイザ、その考え甘いわよ。たとえどれだけお店が繁盛していようとも、そこの店主が物足りない気持ちでいるんだもの。店主が物足りないと感じているなら、お客はもっと物足りなく感じるはずよ。早急に改善点を洗い出さないと、取り返しのつかないことになるわ。はあ、でも改善ってどうするんですか？簡単よ。他の店では絶対に扱えない、うちでしか買えない商品を置くのよ。というわけだから、ライザー、ロミーさんに協力してね。私が？そう、ライザーお得意の錬金術で作ったものや冒険で手に入れたものをうちで扱ってみたいのよ。それはまあ構いませんけど、売れる保証はできませんよ。現代ではほぼ失われている幻の学問、錬金術。その数少ない使い手、美しき錬金術師ライザが一品一品心を込めて生み出す少量生産品てな売り込みでいけばバリバリ売れるとロミーさんは予想するけどね。みんな絶対欲しがるし、オートの他の店にとってもいい刺激になるんじゃないかしら。え？刺激って？オート中の店を変えるのは君だ、ライザー。そんな簡単に変わるのかな。どこに行こうかな。よし、どこに行こうかな。まだまだ営業、積極的。
事がなくても、まだまだ営業用事がなくても。OK。 どんな感じにしようかな。これくらい変わると嬉しいよね。Wow. That is nice. I'm glad I got it.I've been laying down here and streaming for like an hour and 30. I'm gonna take like a 15-20 minute break. I'll put on something. Are? What were you trying to do?何しようかな。Changing settings, making sure I'm on dark mode. All right, what should I do?
sure I have a spring playlist. Okay. Alright. しようとしてたんだっけ。Source properties. Capture window. That one. That is good. All right. I will be right back.しようとしてたんだっけ。Some music to play. Buy Nest Hub online and pick it up at the new Google store in Williamsburg. Get in-person help with questions about your new Not that kind of music.
I am back. I am just having ice cream. I may as well change the menu. I'm having some Snickers ice cream. That is a bit of a pick-me-up. Gonna throw me back at the menu, this menu, if I said no. To go check if someone was available just to like chill for a bit during my break. And it turns out they weren't. So I was like, what do I want to do? And so I was like, am I hungry? I was like, not really. So I was kind of just like pacing around for a bit, trying to figure out what I wanted to do for like a 15-ish, 20-ish minute break, if I was going to remain out of my room. But I was just like, that's not what I meant. But I was thinking like, I kind of just want to like sit down and chill, but I want to lay down because that's what I do when I stream. I lay back, lay down, and I try to make sure I'm as comfortable as possible when streaming. But at the same time, it's like I don't want to like assume that position again. Since I know I'll be resting like, well, chilling like that for who knows how long with the stream. So I'm kind of just sitting pretzel style. Listen to this.
Alright. That was worth it. Pretzel style is kind of dope, so I will probably stay like this. Alright, let's get back into this. Decided to stay sitting pretzel style. It's not bad. It actually helps me stretch out a little bit of my hips. So I'm sitting down on a chair for like 8+ hours. Whenever I'm working. Well, no, that's an exaggeration. Whenever I'm sitting for extended periods of time before I'm like running about to do what I need to do during work. There was a show called Cyberpunk Edgerunners that one of my friends showed me last night. It is so fucking good. Holy shit, dude. I just wanna... I wanted to fucking marathon it. I couldn't sleep. But I was like, no, I have to go back. I have to go sleep. I had to. So maybe at some point today, I will be able to do that. It looks like I'm fucking stupid as shit on screen. I'm kind of just rambling. どこに行くのさ? What am I doing? I'm gonna move forward with the main quest. Because I could always save the side quest for whenever I need to fuck around. I wish they had, instead of like using the joystick, I wish they used the D-pad. Yosh, there is a likely chance that I have to switch back into laying down, because this doesn't feel comfortable at all. So it seems like foamy water is better to get compared to clean water, just from upgrading that person's shop.
That's one of the reasons that Be Right Back segment of like, what, 15, 20 minutes? That whole segment, especially with like being able to use background music from YouTube videos, I'm so glad that I was able to have that happen while I go step away instead of just like just being on screen like this. For the longest time I've been wanting to do that. Prior I was able to do that via I had an Elgato capture card connected through my iMac when my iMac previously was just like for leisurely purposes. I never intended to like stream with it, and when I wanted to do that, I was like, a capture card is better to get compared to like investing into $1,000+ device to facilitate streaming and gaming. So I did that, and I had my PS4 connected to that. So whenever I want to play background music to start off the stream or like go to take a break, I used the browser on the PS4 to play music on YouTube. It was a struggle. But this is so much better, holy shit. やり方次第で立派な素材になるのね。Part of me feels like I've been dicking around for so long that like maybe my levels are currently fine. Currently, I don't know. If I need to all grind out at the next plot point. My X and Y axis faster.虫嫌いの僕に虫の巣なんか持たせないでよ。取れた。てや。確か前にこんなの取ってたような。てや。よいしょ。You know what I want to play? Fucking Monster Hunter. Holy shit.
that's a good stream game though. Just seeing all these like these enemies around, I'm just like, do I want to play Monster Hunter? There are so many mats to get. して宝石になんてことないよな。ティアー！ライザなら危機だって素材にしそうだし。The reason why I'm kind of refraining from fighting enemies right now is because I'm not having a crystal clear memory of what I need to collect in terms of mats for these quests. So I'm kind of just kind of going around collecting everything, hoping that like what I get is will suffice. Obviously, it'll be better if I just fucking wrote down or. Yeah, pretty much wrote down what I need, but that's one of the reasons why I was like, huh. I mean, that's one of the supplementary reasons as to why I wanted to see if I would have entertained Monster Hunter World on here. For stream, but I was like, no, but there's so much shit to like gather, there's so much shit to actively do to facilitate better equipment over here. At least where I'm at, it's not that big a deal yet. I'm still on my fucking, for level 17, I don't have shit. Like, my fucking equipment is still on garbage. So, I think I'm kind of like really behind on any upgrades here. Could be wrong. Maybe I'm just grinding out a little too much. There's something that's like really fun about this, just gathering shit. I think visuals are really fucking important. Because this whole aspect of just like gathering stuff, scavenging, it doesn't necessarily facilitate the most interesting user experience. For example, there are specific instances where I will entertain playing Minecraft with XYZ people, but that's because
To begin with, I'm using that medium as a way to hang out with XYZ people. Minecraft alone is something that I wouldn't necessarily play on my own because it's just not appealing to me. Thematically, the whole aspect, if I were to reduce it to their components, just strictly the alchemy of like gathering mats for alchemy or quests in this game, Ryza. There's a lot that can be done in Minecraft that is like you're scavenging for shit. You're not necessarily in Ryza, you're not necessarily, well, there's also breaking, collecting. The concepts are there, conceptually similar. Just reducing stuff to their components. But to me, I don't know, something about, like, Ryza has the holistic experience of, like, having a narrative, having a plot to it, having voice acting to an exceptional extent. I guess third person? I'm not really a fan of first person. The music. I think the music is so fucking good here. I just realized I'm fucking comparing two different games. This is so stupid. What am I doing? The point is the gathering aspect. If I were to just strictly talk about like gathering, scavenging for mats, I would take this experience easily any day over Minecraft. I don't know. Minecraft is just something I use to enjoy with other people. Are you kidding me, dude? What are you talking about? I set you up. Hmm?
行ける場所。推理の準備っと。ねえ、どこに行くのさ。どこに行こうかな。よし、行くぞ。宇宙がすごいのが難点だけど、これも必要な材料だもんね。The change in environment is so off-putting. So I guess my attacks don't carry over into the next one. Like the next one.僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。ちょっとはもっともっと強くなるぞ。これこれ。
何が出るかな。Just head west. I just head all the way north. そこだ！よっ！はぁ！連続よ！はっ！
ひょっとして遺跡じゃない？え？手帳にも渓谷の近くに遺跡が眠ってる的な一文が書いてあったろ？渓谷の底の乙女は起こしてはならぬだっけ？そう、それだよ。きっとここのことを指してたんだ。でも探してる遺跡とは違うものかもしれないよ。クリント王国時代のものかもしれないし。ありえない話じゃないけど。あ、待って、いや、これはクリント王国のものじゃない気がする。見たところもっともっと古いものじゃないかな。多分最初に行ったあの遺跡と同じものっぽい気がするんだ。すごいな、そんな古い時代の遺跡がこうして残ってるなんて。あれ？なんだろう、ここ何かはめ込めそうかも。変わった形のくぼみだね。でもこんなところに何をはめ込むんだろう。これ何なのかな。ひょっとしてこれなのか。うわっ、動いてるよこの遺跡。これ本当に本物の鍵だったんだ。どれくらい閉じたままだったんだろう。わからない。きっと気が遠くなるくらい遥か昔からだと思うけど。こうしててもしょうがない。タオ、中に入ってみよう。あ、うん、そうだね。よし、調査開始だ。しようかな。あ、見てたわ。羅針盤が動き出したよ。フィーの光も強くなってる。やっぱりここはあの遺跡と関係あるんだ。フィーといい、その羅針盤といい、なんだか不思議だね。やっぱりこれ古式秘具っぽく見える。だとするとそれってつまりクリント王国の錬金術師が作ったってことだよね。アンペルさんもこんな風に経験を積んでいろいろ知っていったのかな。やっぱり
遺跡の中だと反応するのかな。でもアトリエでも反応してたよ。そうなのか。どういう仕組みで何に反応してるんだ。わからないけど、それならフィーも同じものに反応してるってことになるよね。何にしてもいろいろ情報不足だね。もっと調べてからじゃなきゃ予想もできないよ。だね。とにかく先に進んでみよう。何か起きたらその時はその時よ。ほんとライザは頼もしいな。より暗いかも。そうなるように作られたのかな。推理をまとめてみよう。さてと、ここでやんなきゃいけないのは？That's it for now. Maybe I'll stream again later today, I'm not sure. But for now, I definitely just would like to chill for now.